いかがでございますか。八田さん、金沢さんとおっしゃる方がお見えになりましたが。金沢さん。そうです。あ、すぐに台帳を落として。はい、かしこまりました。ちょっと失礼します。後の話は森下君にお願いします。あ、森下君。あ、よろしく。あ、どうですか、金沢さん。うちの課長はなかなか騙せんでしょ。許してくださいよ、騙すなんて。そんないや、よくなんですよ。みんな私に分かってるんだから。どうも森下さんにやっちゃかなわないな。しかしなんですね、実際八田さんのあの厳格さには私はもうほとんど手を焼いてますよ。そりゃそうですよ。やっぱり将来重役になろうって人は違いますよ、我々とはね。お忙しいんじゃありませんでして。はい、平気ですよ。それより野辺さんがこんなところにいらっしゃるなんて珍しいことがあるもんですね。その後お父さんの容態いかがです。はあ、実はね、圭一さん、こんなこと言うのはいけないことかもしれませんけど、父の病気も今度はいけないんじゃないかと思いますの。うん、しかしまあ手術もしたことだし。でもかえって心臓がすっかり弱ってしまって、今日なんか看護師さんにも脈が取れないくらいですね。私たちにとってはたった一人のお父様ですから、どんなことをしてでも治っていただかなければなりませんけど、でも万一の覚悟だけはしておきたいと思いますの。で、実は私、今朝先生に内緒でお伺いしたんですけど、知らせるところがあったら通知した方がいいだろうとの話で、とりあえずお親しいところだけは電報打ったんですが。で、ブラジルの大使館のお兄さんに戻ったんですか。実はそれでお伺いしたんですけど、あちらへ電報打ちますにはどうすればよろしいんでしょうか。そんなことはわけありません。ここから打っておきましょう。では、ご面倒ですがお願いいたします。どのくらい。いや、そんなことは。でも。いや、いいですよ。で、これからまた病院ですか。はあ、母と毎日交代で泊まり込みですね。何しろ吉尾があんな風でちっともうちに落ち着いておりませんので。そういえば吉尾君にも随分合わないな。大学の予科へ入った時以来かな。今何年です。今度本科の1年になったんですけど、学校へはほとんど行かないらしく、始終注意が参りますの。それはいけないな。それにこの頃お酒を飲むことなんか覚えて、時々酔って帰ったりして、母と二人していつもそれを考えては泣きますね。しかしまあ若いうちだから。父にはできるだけ内緒にしていたんですけど、この頃ではもう知ってしまいまして、衰弱した体で吉尾のことばかり心配しますの。聞いていてたまりません。ごめん、遊ばせ、つまらない泣き言など申し上げて。いや、そんなこと。しかしまあくれぐれも気を遣わないようにね。お家はあなた一人が頼りなんだから。はあ、ありがとうございます。では私これで失礼いたします。そうですか。じゃあお父さんやお母さんによろしく。はあ、僕も後で会社の帰りにお入れしますから。いろいろありがとうございます。
慶一はまだ帰らないのか。はあ、まだでございます。次郎、白身は。ええ、ミシン買ってたんだけど。先ほど申し上げたんでございますけど。おい、白身。あ、申し上げてまいりますけど。ご飯に呼ばれたらすぐ来なくちゃいかんじゃないか。今ね、お父様の挨拶こしらしてたのよ。お前が作ったんじゃ腕が三本なきゃな。うわ、今やもう何も作ったんじゃないから。この時まさに民国29年3月30日午前10時、東亜の歴史の上に画期的な新政府官都式典はここに全く無事終了を告げたのであります。ああ、いよいよできたか。次に政界の寄宿、金沢喜一郎氏が逝去されました。はい、金沢。前改新党幹事長金沢喜一郎氏は昨年来健康を優れず一切の公務を退いて先進療養に努めておられましたが、この度築地銭湯ニコライ病院にて胃腸吻合手術を行いましたところ、手術後の経過悪く、本日午後5時48分病勢にわかに改まり、ついに逝去されました。享年62歳。おい、スイッチ切れ。新潟県東久引郡小島谷村の出身でありまして。お父さん、金沢さんが亡くなりました。うん、塩見、フロックを出してくれ。金沢君、奥さん、とんだことになりましたな。私もいい道連れをなくなして張り合いが抜けました。どうかお力を伝えずに、おばさまのべえさんをしっかりなすって。ありがとうございます。もう、なんですって。は、ただいま電話で問い合わせが。もう、吉尾が。お父さんのお亡くなりになったのを知らずに。どうしたんです、吉尾君に何かあったんですか。は、あの子が警察へ。なんで警察へなんか。喧嘩をしましたんだそうでございます。まあ、お母さんが、私行ってまいります。お待ちなさい、僕が行ってきます。お父さんが亡くなったことを言ってたのは出してくれでしょう。うん、そうだ、お前行ってこい。あとでわしからも電話で頼んだ。じゃあ行ってまいります。どうかご心配なさらん。無理はない。しかしそう泣いちゃいかん。仏は寒しがるから。すいません、取り乱しました。この仏も最後まであの子のことを気にかけておりましたので、つい。これから先よしおのことをどういたしたらよろしいか、どうぞお力添えくださいまして。わしも仏とは30年来の友達ですから、もうできるだけのお力にはなるつもりです。そうして吉尾君のことも決してご心配はなく、何でも遠慮なく相談してください。ありがとう存じます。どうぞいつまでも何分よろしくお願い申し上げます。実はこれは生前主人があなた様へ書き残しておいたものでございますが、今日病室から出てまいりましたので。そうですか、拝見します。いろいろご迷惑をおかけしました。さあ、君もご挨拶して。いいかね、きっと真面目になるんだぞ。そして亡くなられたお父さんの名を恥ずかしめないような立派な人間になるんだ。分かったね。じゃあ行ってよろしい。この度はご少将さんのことでございましたな。そうでございますね、本当に残念でございます。もう突然なものでございましたからな。本当に惜しいですからね。
いつ来たの？ちっともしなかったこの度は本当にどうも。ご愁傷様。よせよせ、そんな他人行儀なこと言えないで、じゅうちゃん一杯来い。酒は僕ダメなんです。なんて言うなよ。酒なんて結局やってくれ。親父も酒なんて気合上げるの好きだったんだ。ダメなのよ。次郎院さん、本当に飲めないの。しょうがねえな。それじゃ俺は帰るなんだよ。向かいひろみちゃんお酒すんだぜ。いやだ、あんたし。なぜだよ。何も飲めっつってんじゃないじゃん。ただお酒してくれっつってんじゃん。だって私、お酒なんてできないんですもん。そんなこと言うなよ。将来お嫁に行って旦那さんに言われたらどうすんだよ。だから俺がその時の稽古台になってやるよ。吉尾君、なんでそれは。今ひろみちゃんにお酌の仕方を教えてやってるんですよ。さあ、持ってごらん。だって持ってごらんよ。やめないか。何するんですおじさん。話があるからちょっと下がれ。そこへかけたまえ。吉尾君、まあかけたまえ。ゆっくり話したいことがある。何です話ってのは。だがその話をする前に君に聞きたいことがある。一体何のために向こうにああして大勢の人が集まっておるのか君知らんわけでもあるまい。あんまり人をバカにしたこと言わないでくださいよ。一体話ってのは何なんです。早くそれ言ってください。なあ、吉尾君。いいかね。君のお父さんは亡くなったの。君に言葉は二度とかけてくれない。この先君がどんな立派なことをしても、お父さんは褒めてもくれない。また叱ってもくれない。だが、それだからといって、君に父親が亡くなったと思ったら大きな間違いだぞ。君のお父さんはまだ生きとる。君の胸の底にも、わしの胸の奥にも、はっきり生きとる。お話ってのはそんなことですか。現代の学生にそんな非科学的なこと言ったって無駄ですよ。何が非科学的だ。そうじゃありませんか。僕の親父は死んじゃったんです。肉体の機能を完全に停止して明日は火葬にされた変になっちゃうんだ。それでも地上からは完全にいなくなっちゃうんじゃありませんか。バカめ。それでも君は日本人か。それでも金沢金一郎の姿だというのか。いや、大きな声を出してすまなかった。しかし君のそうした考えは間違っておるぞ。人間というものはそんな頼りないもんじゃない。まして親子というものはもっともっと深い糸の因縁で結ばれている。君が金沢喜一郎のせがれであるということは君が金沢喜一郎の一部分であるということだ。君の中にお父さんは生き残ったんだ。わかるな。わかったな。わかりませんよそんな話は。黙れ。まだそんなこと言ってるか。言ったのはどうしたんです。よし、わからんって言うならわしがわからしてやろう。かけたまえ。何しろ一体あんたは何の権利があって僕に命令するんです。何権利。バカな貴様。待ってさ、困るじゃありませんか。お前黙っておれ。でもそんな大きな声出してこんな晩に。いや、わしは金沢とは30年来の友人として意見をする義務がある。おい、君は今わしに何の権利があると言うたな。しからば答えよう。わしには君を意見をする義務がある。いや、権利があるんだ。それはおじさん親父の親友かもしれないけれども、
だからといって僕が何も言いさねえか。いや、まあ静かに話をしよう。君に見せるものがある。これは君のお父さんが生前に書き残したものだ。わしに信江さんもみんなもこっちに入りなさい。親というものが我が子の身をどんなにか気遣っていたものか、今川の際まで君の身をどんなに心配しておったものか。お前これ読んでくれ。よく聞いておれ。八田君、今や病床に伏して静かに余命を案ずるに、世はすでに天命を知れる。敬よ、世をして弱気なりとあろうべからず。世が体は世が最もよく知れるものなれば、明日手術台上に上る身の、あるいはこれが今生の別れとなるやもしれず、それを思うとき恥ずかしくもひるむ心にむち打ちて、この式を敬に残すものなり。よ、この世に生を受けて62年、微力ながら全生涯を献世報告に捧げ、しかも今日こうなりな遂げてゆかんとす。男子の本懐、これに優るものなしと言うべし。されば思い残すことさらさらあらざるべきなれど、ただ一つ心に残るは愚息よしおのことなり。よしおは生来ことのほか虚弱なる子なれば、父母ともに彼が身を憂いて一日といえども心を休まる時なく、努めて厳しさも差し控え、慈愛を限りを尽くして養育に努めたる甲斐ありて、幸い無事成長し今日に至れり、しかるに気づきたる時、よしおはすでに雷打になれ、無頼の都に交わり学業を嫌い、世に不良少年長不祥の子になり果てたり。されどこの罪ひとえに愛に溺れたる父母にありて、彼が罪にあらず、また世が政治に奔走するのあまり、家を顧みるいともなかりしこともその一因たるを思うとき、よしおこそ不憫の子なりと言うべきなり。それを思い、これを案じ、にわかにこの世に執着が残り、潔く手術台に上る覚悟も鈍る。心あらば無頼の子よ、哀れなる父の姿を思い浮かべる。八田君、敬と世とは30年来の声優にして、その仲まことに兄弟にも似たり、皆兄弟以上と言うべきなり。されば願わく涙をもって敬が友情におすがり申し上げ、もって休んじて長き生涯を閉じた場合、何とと貴敬の手にて義雄を真人間に立ち返らせ、もって放火のためいささかなりとも役立つものとせられたく、幾重にもお願い申す次第なり。まことに迷惑この上なきことなれど、義雄が中将をお汲み取りくだされば、後人この上なきことにござそう。分かったな。分かったらあっちへ行きなさい。そしてお父さんのそばにいてあげなさい。マキさん、どうもこの度はそんなことだったな。何そんなこと。それより向こうで一杯行きましょう。
よし、もう一稼ぎだ。ああ、すげえことになっちゃった。しょう、何しゃんだよ。おー、金沢、どうしたい。しばらくぶりで町の空気吸いに出てきたんだよ。おい、その方はもう使いすんだのか。うん、今おこつめてきたんだ。本当は帰りにみんなで一緒に飯食わなきゃいけねえんだけど、俺だけずらがってたんだよ。試験だとしぶしてな。まあ悪い人ね、金沢さん。てなこと言って惚れ直したってね。よしてよ、誰があんたみたいな不良なんかに惚れますかって。へえ、おっしゃいましたね。し、面白くねえよ。おい、神田サボ行ってビールでも飲めよ。おお、本当かよ。ち、大きくぜやってことやろ。まあ任してきなよ、今日はちょいとあったけんだ。さてはこいつ、公電やらかしてきやってな。ち、何言ってやんだよ、さあ行こう。起きた。これ取ってきな。あんた、あんまりおだてられていい気になっちゃダメよ。ち、何もこの店やんじゃねえかよ。羨ましがるなよ。お前にはちゃんと火山サボのしげちゃんがいるじゃねえか。いらっしゃい、あんな眼鏡。お待ちどうさま。しげちゃん、今日は誰も来ないのこれ。ええ、まだ誰も。うん、珍しい方なんだな。あら、いらっしゃい。よう、どうしたい。こんにちは。どう、おめえもういいのかい。ええ、どうにかさ。こんにちは。いつやの晩は大変ごちそうさんだったな。いや、おつやの晩だってのに15、6本習いやってよ。あの時どうもすみませんでした。うちのやつのギャス。それお前怒るのは当たり前だよ。マキさんったらしまいには何やびしやりだすんだからな。食われたよ。悪かったな。まあ縁起直しにそのうち一杯やろうぜ。そのうちじゃなくてもね、決まりました。こいつ小手なりきなんですよ。小手なりき。バカよせよ。がどうしたんだよ。いや、なんでもないんですよ。おい、マキちゃん、ビールだ。おビール頼むぜ。はい。おめえ、おい、タクシャ、いっぱい飲んでくれ。よしてよ。私がね、彼の時じゃないんですからね。チェッ、さあちゃん。おい、ちゃちゃちゃ。おめえ、タクシャね、ほのじゃねえのか、おい。バカな、誰。なるほど、そういや、少しくせえな。何の話だ。いや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 。なあ、言っちゃ。バカ野郎、つまんねえことやないで飲めよ。おい、ビール、ビール。あら、私が落ちてくるからいいわ。ねえ、ねえ。ちっ、よっしゃい。あれだったらちょっとした散歩だぜ。文句言っちゃう間違いないかな。ああ、わしゃつらい。贅沢言うなよ。何言ってんの、おめえこそよろずやじゃねえか。黙れ黙れ、ゲロ。おいおい、ちょっとした追い込みだな。あどうも。いいから、いいから、いいから、今までこんな学生が言うと思わなかったよ。いいから、いいから。お待ちよ、あんちゃん。なんだい。どうしようってんだ。別にどうしようってやりしねえよ。おやしなさいよ。マキさん、今度は俺に任せてくれ。よし、任せてやる。八分通りしてけよ。オッケー。おい、サラリーマンなんちゃん。俺たちはいかにも学生だが、学生の盛りなんて悪かったな。いや、別にそんなの悪いなんて。いいか悪いか。ことをしてくれましたな。申し訳ございません。あなた方にはお気の毒だが、今度はちょっとすぐ出してあげるわけにはいかんですな。せっかく八田さんからもお話があったんですが。あ、どうぞ。あ、普通これくらいの事件は大概警察で始末されています。あなたの弟さんがなぜ特に警視庁へ回されてきたかというと、それはつまり今にして何とか有効適切な処置を講じておかないと、取り返しのつかないことになる恐れがあるからなんですな。何しろ一向に回収の様子が見えないのみか、すっかり英雄気取りでいる。つまり自分のしていることを悪いと思ってないんですな。これは重大な問題です。それにいろいろ不良たちのグループ関係もあります。一体いつ頃から悪くなり始めたんです。私どもが気づきましたのは、
中学の4年自分でございましたが、学校を無断と休みして遊んでたのが分かって、大変父にも叱られたもんですから、それでもう良いと存じておりましたが、うん、中学時代からタバコを飲んだり、喫茶店、シルコ屋などへしきりに出入りしたようですが、うちでは気づかなかったんですか？実は少しお小遣いがかかりすぎると母もよく申しておりましたが、受験準備に必要なお金だと申すので、つい。その点家庭が豊かであったということがかえって災いしたわけですな。それでご両親の教育方針について何か感じたことはありませんか？私の口から亡くなった父をひょうがましく申すのは心苦しゅうございますが、父は大変自由でして、めったなことでは控えるようなことはございませんでしたが、母は口ではやかましく言いながらも、よしおにねだられたことは結局許してやるというような。つまり家庭が甘やかすぎたというわけですな。ところで本人の性質については？私の目から見ますと、外へ出て喧嘩などできるような勇気のある子には見えないんでございますが。喧嘩には勇気を必要としません。いや、むしろ本当に勇気のある者は喧嘩などしやせんです。は、海外の不良少年は本当の勇気というものを知らないで、彼らが勇気と思ってやっていることは多くの場合卑怯なことなんです。それが彼らには分からない。まあそれはそれとして、今一つ友好関係はどうでした？どんなものと好んで付き合っていたかというような。あまり詳しいことは存じませんですが、よしおの友達の中にはあまり良くない方もございますようで、それに感化されないようにと思いまして、いつも母や私がやかましく注意はしていたんでございますが、お友達が来てお茶を飲みに行こうと誘えばすぐ自分も行きたがって。いや、よくわかりました。大体私の観察と同じです。ところで問題は今後どうするかという点ですが、それについて何かお考えはありませんか？あ、実はそれにつきましては、亡くなった金沢さんのご依頼もあり、私どもでできるだけのことはいたしたいと存じております。結構です。こちらでもこの件に関してはいろいろ検事さんの方とも相談したんですが、結局何らか適当な方法とその後の見通しがつかない以上、軽々しく処置はできないということに意見が一致しています。ですからこの点もお含みになって、一日も早く了案をお示し願いたいですな。あ、それから今後もあることですが、必要以上の小遣いを与えること、友達を選ぶこと、この点をくれぐれもよろしくお願いいたします。まあとにかく聞いたし、父にも聞いてもらって、みんなでよく相談しましょう。よろしくお願いいたします。うん、いい考えがある。わしの知ってる男で、宮崎宗吉郎というその剣道の達人の、なかなか人間もしっかりしとるし、ここへしばらく預けてみたらどうかな。人間をその鍛え直すのにはもってこいの男だと思うんだ。信江さんどうですか？はお前どうだ？ええ、別に依存ってありませんが、じゃあなんだ、わしが一つ頼んでみよう。お父さん、ん、僕にちょっと考えがあるんです。なんだ？僕の考えじゃ、そうした人のところへ預けて厳格に訓導しても、果たして吉尾君のためになるかどうか疑問だと思うんです。なぜ？それよりは本人が気づかないうちにだんだん導いていった方がいいんじゃないかと思うんです。うん、そういう考え方もあるだろう。差し詰めどうすると思うの？ええ、それで僕はこう思うんです。吉尾君をうちに引き取って、僕たちの手でそろそろ導いてやればきっと良くなると思うんです。うちへ引き取る？ええ、うん。幸いうちには同年配の次郎もいますし、ひろみもいます。
みんなで力を合わせて優しくいたわってやれば、いつかはきっと吉雄君の心もまっすぐ前を向くようになると思うんです。ねえ、野辺さんどうです？でも、それじゃあんまり申し訳なくて。それに、もしも吉雄のために次郎さんや博美さんにご迷惑でもかけるようなことが起きたりしては大変ですし。いや、大丈夫ですよ。次郎も博美もそれほど弱虫じゃありません。おそらく負けずにやり返すでしょう。お父さん、この問題は僕に任せてください。吉雄君はきっと立派な学生にしてみせます。よし、やってみろ。じゃあお父さんは僕が何をしても黙って見ててくれますね。うん、好きなようにやってみろ。ただし死んだ金沢君の霊に対して責任を持ってやってみるんだぞ。もちろんです。あなたも僕に任せてくれますね。すみません、ありがとうございます。お茶が入りました。あ、そう。お母様にもそう言って。はあ。じゃあこれ頼むわ。はい。おはようございます。おはよう。よしはどうしてるだろうね。私も気にしてるんですけど、でも帰ってその方がいいと思って。そりゃね、うちの者が始終言って気が緩んだりしちゃいけないけれど。あんまりご心配なさらない方がいいわ。圭一さんがよしと言って引き受けてくださったんですもの。きっと大丈夫よ。ただね、行く時からあんなに嫌がってたもんだから。でもこんなに経っても逃げてこないところを見るとそう悪くもないんじゃないのかしら。本当にそうだといいけれどね。吉雄君、起きないか。いい天気だぞ。ダメよ、そんな小さな声じゃ。吉雄さん、起きなさい。もう7時よ。起きなさい。うるさい。何だって、僕のせいだ。チキン。ひどいわ、人が親切に起こしてあげてんのに。うん、まあいい。飲めんだろうから、寝かしとこう。誰だ、トランク開けるやつは。危険なことすんなよ。こうすりゃまさか寝てもいられないでしょ。ふざけんなもいい加減にしないと張り倒すぞ。親切したら張り倒されたりしちゃたまんないわ。さあ起きなさいよ。本当に殴るぞ。どうしたんだ。怖かった。喧嘩しちゃったの、吉郎さんと。バカだな、お前は。あんまり逆らうんじゃないよ。だって甘いなんですもの。しかしとにかく嫌なことあってもしばらく我慢するんだな。起きなければ起きる気持ちになるまで待つんだよ。私そんなの反対だわ。いや、問題は当人の自覚いかんだからな。いえ、スパルタ式にどうしてしやんなきゃ。うん、長期戦だよ。そんなことじゃダメよ。なんだ、朝っぱらから喧嘩なんとして。そうじゃないのよ、お父様。吉雄さんが寝坊でしょ。だから私が非常手段に訴えたらお兄様いけないって言うんですもん。だけどこの問題に関しては僕が責任者なんだから、僕の言いつけ守ってくれなくちゃ困るよ。だって私。まあよしなさい、みっともない。お前出かけなさい。学校遅くなるぞ。あの吉雄君のことはなんだ、わしに任せとけ。今日は午前中暇だから、枕元で頑張ってってやるから。しかしあまり刺激しないでくださいよ。いや大丈夫だ、わしに任せとけ。おう、目が覚めたかね。
君の寝顔を見ながらいい手を考えておったんだ。さあさあ、早くせんと学校が終わっちまうぞ。大丈夫ですよ。ちゃんと仲間が代返しててくれるから。代返ってのは何だ？返事の代理ですよ。で、そんなことして、それは試験の時にはどうするつもりなの？その時にはその時でまたいろいろ手がありましてね。もっともこの手、これは秘密だけです。吉尾君、もう一遍言ってみなさい。何という君は熾烈な男だ。試験の時に先生を騙かしてカンニングでもしようってのは卑怯千万の。それが男のする技か。おい吉尾君、君は何と言ったら分かるんだ。君のお父さんという人はな、そんな人間じゃなかったんだ。おい寝ちまっちゃいけない。おい吉尾君、おい、こりゃなるほど長期戦だ。不良少年相手してる方がいい気あるでしょ。まあ不良少年、見かけはそうでもないけどとっても童貌なの。言うこと聞かないんじゃないのよ。まあ見たいわね。見せてよ。見に行きましょうよ。でも私怖いわ。大丈夫よ、まさか食いつきはしないでしょ。いやだ、それじゃまるで狂犬じゃない。坊ちゃんの話がまさか首に紐つけとくわけいかないじゃないの。私なんだかゾクゾクしてきたわ。大丈夫よ、うまく紹介してあげるから。あら、もういないらしいわ。そう、2階に布団が干してあるんですもん。なんだつまんな。でもせっかく来たんですもの、ちょっと上がってってね。さあどうぞ。あ、お帰りすわせ。いるの？え、今朝ごはん召し上がったとこですよ。いるんですって。私お友達連れてきたのよ。もうお入りよ、レコードでも来てるから。どうぞ、お入り気が出たのよ、ご遠慮なく。みんなひろみちゃんとこの学校か。そう。あ、紹介するわ。こちら檜山一子さん、こちら高木和子さん。あ、もうお座りよ。ありがとう。ところがとってもいい話よ。あら、言っちゃいやんよ。なんだよ、言ってみない。和子さんがね、不良少年ってどんなに怖いかと思ったら、あんまり優しいんでびっくりしたんですって。何？もう一遍言ってみよう。あら、嫌な人、二度も行かなくてもいいじゃないの。あんたがあんまり優しいんでびっくりしたんですって。人がおとなしくしてると思っていい気になってふざけたこと言うなんて初心者。あら、本当怒ったの？当たり前だ。君たちみたいな娘っ子に舐められてたまるかってんだ。慌てやがって、邪魔にあれ。ごめんなさいね。私が悪かったのよ。そうよ、本人の前で身内なんかするんですもの。ああ、怖かった。あら、私んだわ。まあ。
金がなくなっちゃってるわ。お金困っちゃうわ。私これ確かに10円入れといたはずだったんだけど。吉雄さんだわ。困っちゃうわ。おう、ゆるちゃん。どうしたい？ああ、ちょっと古本探しに来たんだけど。これからどこ行くの？なに、お茶でも飲もうじゃないか。いや、僕は結構っすよ。なんで、遠慮することないよ。でも、ね。今日は懐がちょいとあったかいんだよ。俺がおごるよ。おい、マキさん来なかったか？ええ、今日まだ見えないわ。さあ、休憩か。いや、僕、コーヒーかなんかもらいます。なんでそんな付き合いの悪いこと言うなよ。だって、お酒なんか飲んで帰ったら、親父に怒られちゃう。大丈夫だよ。俺がついてんじゃねえか。俺が罪はしょってやるからさ。心配しないなんで。また金沢さん、昼間からお酒なんか飲んで。もう喧嘩なんかごめんよ。あんなこと言ってたのか。情けねえ女の子だな。だって、私、ヨタモンなんて嫌いだもん。小川さんはヨタモンじゃないからね。あら、少なくともあんたやか真面目よ。ねえ。それはとにかく、金沢さんだって本当はやったもんなんて柄じゃないんですもの。大切なら今のうちよ。おい、坊さんみたいなこと言うなよ。本当。あんただって、こちらの方みたいに真面目だったら素敵なんだけどな。へえ。おい、ジョーちゃん、評判いいぞ。やっぱり秀才型違うな。あら、失礼よ、秀才型だなんて。ねえ。おい、タキちゃん、何とか言ってくれ。こいつばっかり持ってんじゃ腐るじゃねえか。あら、ごめんなさい。だって、本当にいいんだもん、しょうがないわ。ねえ。ちぇ、わしは待ってたよ。タキちゃんはこんなに白状もんとは知らなかったからな。さあ、冷却やってくれ。男と生まれてこんだけ持ってりゃ嬉しいだろうからな。やだな、僕、本当に飲めないんだよ。ちぇ、しょうがねえな。おい、キネちゃん、お世話してってくれよ。じゃあ、一杯だけね。受けてくださる？じゃあ、本当に一杯だけ。おせやおせや。10時半になります。大体10時29分でございます。ではどちら様もご機嫌よく休みくださいまし。さようなら。また明日。ジロ兄さん。ああ、くたびれた。わしゃ伸びたよ。よしおさん、ジロ兄さんこんなに言わしちゃって。飲みは酔うの当たり前じゃねえか。じゃあ誰が逃したのよ。ジロ兄さんこんな飲みはしないのよ。おい、ひろみ、よさないか。おい、ジロ、起きるんだ。お父さんも帰ってきたらどうするんだ。え、大変じゃないか。ダメじゃないか、こんなところに寝込んじまったりして。さあ、2階行って寝るんだ。今、床の上ってあるからな。さあ、次郎兄さん、しっかりなさいよ。吉雄さん。なんだよ。お酒飲みたかったら一人で飲んだらいいじゃないの。次郎兄さん、こんなに誘惑するなんて。おいおい、誘惑だって。笑すんなよ、マジ。俺はただビール飲ましてやっただけじゃねえか。おごってやったり文句言われたりしちゃいませんよ。じゃあそのおごるお金どうしたの。どうしたのってのはなんだい。俺だってそのくらいのお金は持ってるよ。じゃあなぜ人のお金を取ったの。私の友達のカバンからあんた何持ってって。知らないと言わせないわよ。なんだいこれは。重量の橋だね。問題にならねえじゃねえか。いいえ、うち中の大問題よ。遊びに来たお友達のお金を取るなんて、うち中の大問題だわ。だからどうだって言うんだよ。返してちょうだい。さあ返してよ。あんたは取らなくてどうしてなくなって。さあ返してよ。取ったもの返すのが当たり前でしょ。じゃあどんでも好きなようにしろ。吉雄さん、あんたってそんな育児なしだったの。なんで取ったら取ったってはっきり言えないの。怖くて言えないの。私、そんな卑怯な人だと
今まで夢にだって思ってなかったわ。そんな男で悪かったね。さあ、起きた起きた。大丈夫なやつだな。あ、君も布団敷いてきたから早く寝たらどう。ぐずぐずしてると親には帰ってくるからな。誰が帰ってきたって文句はないでしょ。あんなこと言ってるわ。お帰り遊ばせ。どうしたんだ、宴会でもあったのか。え、ちょっと。あの、お風呂すぐお召しになります。うん。だいぶ酔ってるじゃないか。何か薬を飲まして寝かしてやんなさい。ええ。うちで飲んだのか。ええ。次郎兄さんとかお友達が見えたもんで、吉尾さんもご一緒に。うん。どうだ、吉尾君。一緒に風呂入らんか。ええ。僕少し酔ってますから。そうか。じゃあ、早く寝たまえ。次郎のやつ、正体もなく寝込んじゃったよ。いや、君は早くお休み。明日の朝早く起きて、近所でも散歩しよう。お部屋、ここ置くわよ。してるからさ、そんな白状なこと言うなよ。白状は先刻ご承知のはずでしょ。じゃあどうしてもダメだって言うのか。え、そう、ダメ。まねえよ、おたんこなす。うまっ。おとなしく出りゃいい気になりやがって、10円ぼっちなんで。欲しければこっちでくれてやら。言うしてよ、誰が欲しいなって言って。おい、てめえ俺に逆らおうってのか。え、さきちゃん、なんとか返事しろい。返事しろよ。ただ私持ってないから持ってないって断っただけじゃない。なんだっけ。どうしたんだよ。喧嘩してんのよ、よっちゃんとタキちゃんが。ん、タキちゃんと。黙ってねえで、なんとか格好つけろよ。ふきやりた野郎だ。バカ野郎、何してやんで。あ、マキさんですか。マキさんじゃねえよ、てめえここどこだと思ってやんで。待ってる今からバイバイ大きな声出しやがって。お、てめえちょっとこっち来い。すみません。バカ野郎、てめえも案外ガキだな。何だってあんなとこで揉めてやがったんだよ。ええ、ちょいと10円ばかりいることがあったもんで、あいつにたかったらえれえ恥かかしがったもんですか。当たり前じゃねえか。あんな娘っちが出すと思うのが大間違いだ。まあうぬぼれもいい加減にするんだな。え、いろいろとこ参ったな。どうも。別にうぬぼれてたってわけじゃないんですけれども。まあこれ使っとけよ。よたものは愛見たがいだ。まあ困った時はお互いに助け合おうで。さあ取っとけよ。すいません。さあいいだろ、入って一杯やろうで。俺が返事なしに持ってやら。いや、いらっしゃい。お忙しいところまたお邪魔しまして。いやいや、むしろ頭が休まるくらいですよ。あんなことしよう。さあ、おかけなさい。本当はお宅の方へお伺いしようと思ったんですけど、
でも、帰って吉雄に会わない方がいいと思いまして。いかがでしょう、そのままは。そうですね。なかなか元気ですよ。元気って。これ着替えのシャツや下着なんですけど、すみませんがお願いいたします。あ、お安いご用です。かしこまりました。恐れ入ります。それで少しは良くなりましたでしょうかしら。率直に言いますとね、まだなかなか立派な学生になったとは言えませんが。良くない学生なんかとまだ付き合っているんでしょうか。あれは誘われると断りきれない口なしなんですか。さあそいつはどうかな。なかなかきついようですよ。あれの強いのは内弁慶なんです。いや、しかしいくらか良くなったことは確かですよ。二三日前だったか、ヒロミのとこ遊びに来た友達のカバンから十円札を一枚抜き取ったんですがね。お金をですか。ええ、それでどうしましたの。八田さん、購買部長がちょいと来てくださいって言ってますが。購買部長。ええ、じゃあ、野辺さんちょっと失礼します。お呼びだそうですな。ああ、来客中すまなかったね。吉野君が工場の方が見入られてね、元すぐ帰らんのなんて言うんで、まあかけたまえ。あ、実はね、今吉野君から聞いた話だと、最近歯車用の入部制度にひどく粗悪心が多いそうじゃないか。そんなはずはないんですが。いやいや、それがあんたほとんどピンホールだらけさ。職工の方から門が出て弱ってきてるんですよ。変ですな。松川特殊工業から言ってるあれは森下君に見て十分吟味してるはずなんです。しかしとにかく現場から注意が来るくらいなんだから、どっか悪いんだろう。そうですか。いや、早速厳重に調べてみます。その絵明日にでもご返事します。まあそうしてくれたまえ。ねえ吉野君、工場長の方へもまあよろしく一つ。わかりました。畑さん、じゃあお願いしますよ。あ、どうもお忙しいとこすみませんでした。いや、こちらこそ。じゃあ失礼します。客が待っております。あ、ねえ森下君。あ、松川投資公金の品が工場の方から文句が来たんだ。どうしたんだ。え、そんなはずはないんですが。え、岩田さん、松川公金の岡沼君呼んでくれたまえ。至急調べてみましょう。じゃあ頼むよ。あ、あ、岡沼さん、私森下。困るじゃありませんか。あなたのところの品が工場の方から突っかかってきたんですよ。どうしたんです一体。ん、工場から。いや、そいつはどうも。え、八田さんに。それがね、実はまだ八田さんの方へは挨拶に伺ってないんですよ。何もあんたにお任せきりだったもんですから。え、じゃあ至急何とかいたしましょう。ええ、そうしてください。それから至急に工場の方へも行ってよく謝ってくださいよ。技師の吉野さんにもよく謝ってくださいね。わかりました。はいはい、どうもいろいろご心配おかけいたしまして。あ、早速応募の処置を取り出しますから、あんたから一つ何分よろしく。うん、そうそう、その辺のところよろしく頼むよ。でないと僕は非常に困るんだよ。え、分かった。じゃあうまく頼みますよ。それで先ほどの話の吉雄はそのお金を。あ、金はあくり日返したそうです。え、やっぱり悪いと気づいたんでしょう。次の日ヒロミのところへそっくり返したそうですよ。まあそうですか。どうかこの上ともよろしくお願いいたします。今自分どこ行くんだ。なんだ、お嬢様のお帰りか。もう4時よ。今自分行ったって学校なんかやってしないでしょ。
だろうね。じゃあどこでも行ってらっしゃいよ。あ、吉尾さん。ねえ、いいものあげるわ。手出しなさい。なんだよこれ、せっかく返してやったんじゃないか。ええ、だから私今日和子さんに返したのよ。そしたらもういらないからって。どうしても受け取らないの。なぜ。和子さんね、あんな人に返してもらったんじゃ後が怖いからって言うんですもの。だから取っといたら。チッ、渡せんなよふざけやがって。いっぺん渡したもんなんか受け取れるかい。とにかく私はもうこれ以上知らなくてよ。文句あったら和子さん言ってちょうだい。じゃあ行ってらっしゃい。これだってせっかく何したのに突っ返されちゃがっかりするじゃねえかよ。まあそんなことはともかく、人の行為ってものは無にするもんじゃないよ。吉尾さん、あんた本気で言ってんの。なぜさ、決まってるじゃないか。突っ返されて腹が立ったから。それとも自分のしたことが悪いと気がついたからなの。どっち。そんなことどっちだっていいじゃないか。うん、よくないわ。使わされて悔しいってんならこんなもの破いちゃった方が忘れちゃったでしょ。破いたってしょうがないじゃないか。じゃあ自分のしたことが悪いと気がついたから返す気持ちになったの ね。そうなのね。そうだよ。本当ね、本当なの。じゃあお兄さんに話していい。話していいでしょ、ね、いいわね。私明日はきっと返してくるわね。だから安心してね。うん、頼むよ。じゃあ行ってらっしゃい。うん、別に大したようじゃないんだよ。あら、それじゃあ一緒に帰りましょうよ。たまにはうち行って勉強するもんよ。じゃあ一応勉強でもするか。え、そうなさい。その代わり分かんないとこ私がみんな教えてあげるわ。名前言えない女のくせに。まだか、次郎は。ええ。夕べも10時過ぎたじゃないか。図書館にでも行ってるんじゃないですか。おお、そんならいいけどね。どうもなんだな、次郎のやつは吉尾君にかぶれとるんじゃないか。別にそんなことはないでしょ。第一、吉尾君は今日は早くから2階で勉強してますよ。いや、それは知っとるんだね。珍しいことがあるもんだと思っておる。しかしとにかくああして勉強している以上はだんだんによくはなってきてるんですから、もう少しの辛抱ですよ。わしも個人の礼前ではっきり引き受けたんだから、まあ、仮に今後あれにどんなことがあろうともわしは見捨てやしない。立派な人間にしてやるつもりではいるけれども、それのためにどうも次郎が不良になるようなことがあったんではと、それを心配しておるんだ。無論お父さんのその気持ちは分かるんですが。だからそれからね、これはお前に、任したんだから、
わしのとやかく言うべき筋合いのもんでもないけど、じっと見てるとお前はその一向に意見をするわけでもなさそうだし、この通り言ってるようでもないけれども、あれじゃ同じじゃないか。まあそのご心配はごもっともですけど、本人に聞く気持ちのない時に旗でどんなこと言ってもそれは無駄だと思うんですよ。それよりは平凡な一言でもいいから、他人の言葉を素直に聞かれるような気持ちに導いてやるのが第一じゃないでしょうか。僕はそう思ってなるたけ吉雄君の気持ちを尊重してるんですよ。うん、ではお前に任せよ。やっぱしなんだ、私は黙ってる方がいい。ああできたできた。お兄様ちょっと来てみて。うん、今度はうまくできたかな。今度は良さそうじゃないか。白身には珍しいな。ダメだよ、やっぱり首のボタンがかからないよ。やれやれ、またか。何くらい自分でしくじってと怒るなよ。だって楽なんですもの。あ、これ吉尾さんに着せてみるわ。大丈夫ですよ。あれでヒロミはなかなかしっかりしてますから。まあ素敵、とっといい学校だ。チェ、当たってんね。ほら、あなたじゃないのよ。私のワイシャツよ。チェ、なんでこんなの。ほら、じゃあ返してよ、ジロ兄さんにあげるから。まあ、負けといてやるよ。ほら、やっぱり欲しいくせに。じゃああげるから大事すんのよ。チェ、何言ってんだ。ただいま。どこ行ってきたんだ。はい、友達の家でちょっと。その友達の家は毎晩酒出すのか。いや、そんなわけじゃないけど。おい次郎、そこへ座れ。バカ、頭が痛いんだけどな。兄さんに流れたかよく考えてみろ。よく反省してみろ。貴様この村は少しどうかしたいせんか。急に酒なんか飲み出したなんかして一体どうしたというんだ。お前だって今更他人に言われるまでもなく学生の身分として酒浸りになっていることがいいか悪いかくらいのことはよく分かってるだろう。だからこれについては何も言わ。ただな、お前の一挙一動のためにどんなに皆が心配してるかよく考えてみろ。ことにお父さん忙しい体だ。それにいろいろお仕事で頭を使ってられるのに、それにつまらん心配をかけて、それで子供の人の勤めが済むと思うか。お父さん、自分に活躍してもらわなきゃならない。それが立派な政治家を持った我々の義務だ。わかるな。わかるな。立派にもう一人前な学生になってる前に、これ以上いけがましいことは言いたかな。しかしな、今言ったことだけは忘れないでくれ。そして明日からまた立派な学生になって、また元の元気な次郎になってくれ。いいな。じゃあもういい。二階置き。その前にな、次郎。兄さん、許してくれ。あんまり興奮したんで、つい乱暴してすまなかった。許してくれ。ジロちゃん、おい、ジロちゃん、
よっちゃん。こんにちは。よ、何考えてんだよ。え、別に。あのな、ちょっと話したことがあるんだよね。なんつう。まあいいや、行ってこいよ。ああ、よっちゃん、実は頼みがあるんだ。なんつう。ん？金なんだがね、80両ばかり積もしてくれねえか。え、80円？おう、断っとくわな。この間俺がちっとばかり無理したからって、そんなつもりで言うんじゃねえからな。まあ、あんなことは問題外にしてさ、一つ頼むよ。ええ、それはまあできることなら何とかしたいんですけれども。俺の顔が潰れるか潰れねえかの境目なんだよ。よかったな、80円となると。お、おめえ嫌なのかい？嫌なもんなら無理とは言いやしねえよ。無論何とかしたいことはしたいんですけれども。おめんち行きゃ何とかなるじゃねえか。あ、よっちゃん頼むで。まあ何とか当たってみましょう。お、そうしてくんなよ。ほら、恩に切るで。もう、よしよそ、どうしたの？ちょっと用があってね。よしよさん、また何かしたんじゃないの？よせ、バカなこと言えない。ただ入会金もらいに来ただけじゃない。今度は自動車部入ったんでね、80円ばかり頼むよ。自動車部？うん。そう、じゃあそのことケイチさんに話したんですよね。うん？うん。そんなら、私がケイチさんの方にあげるようにするわ。あなたお金のことなんか何も心配しなくたっていいのよ。だって急ぐんじゃないか。とにかく私の手から何もあげられないから、そのつもりで。なぜさ、何も手数かけて人から渡してもらわなくたっていいじゃないか。いいえ、一旦圭一さんにあなたのことをお任せした以上、たとえどんなことがあっても私の一存では何もできないのよ。あなただってなぜ人のうちに厄介になってるか知ってるはずじゃないの。もしもそれが窮屈で嫌だと思ったら、一日も早く真面目になって帰ってらっしゃい。じゃあ頼まねえ。お母さんに言うからいいよ。お待ちなさい。ご覧なさい、お母様よ。お母様はね、愛して毎日。お父様が亡くなってからというものは、暇さえあればあそこへと拝んでらっしゃるのよ。あなたに分かんない、お母様のお気持ち。お母様はね、お父様にあなたのことを拝んでらっしゃるのよ。どうかあの子を導いてやってくださいました。それを聞いた時、私胸が潰れるような気がしてよ。それなのにあなたはお母様にお金の無心なんか言えて、あの気の毒なお母様にその辺の心配まであなたはかけられるの。じゃあ、おめえ、どうしてもできねえって言うのかい？ええ、今どうにも手がないんでね。おう、おめえまさか義理っていうものを知らねえわけじゃねえだろうな。一旦引き受けたからには死んどってやり遂げんのが仁義っていうもんだぜ。まあ、くどくややね、明日までに頼むで、な。とっても忙しいのよ。姉たちが困窮でしょ。
いいわね、男の人ってそんなのんきな顔してられて。のんきどこの騒ぎじゃないんだよ。あら、それで？じゃあ、お忙しいとこすいませんけど、ちょっと後でお留守番してくんな。どこ行くんだ？お買い物なの。牛肉にメリケンコに寒天、それから薬屋で食用便とクラブ歯磨き。あ、行っといてよ。お願いね。ごめんください。小橋百貨店でございますが、これにお見とけ願います。なんだこれ？商品券でございます。恐れ入りますけど、判をいただけないでしょうか。サインじゃ信用できない。いや、決してそんな。じゃあ文句言わないで帰れよ。ごめんなさい。僕ちょっと友達のとこ行ってきます。だって君もうすぐ飯だよ。いや、でもちょっと急ぎますから。じゃあ仕方がないけど、ご飯には帰ってこられる？え、じゃあみんな食べずに待ってるから、なんとか早くね。8時か。もうどうせ食べてくれたろうから、お前たち先に食べたらどうだ。お兄さんは？うん、僕だけは約束したんだから。じゃあ私は待つわ。ジルニさんだけ先召し上がるよ。僕だって大丈夫だよ。そう？お茶一杯くれやすんだ。お茶で大丈夫？茶腹をした時かね。大丈夫よ、お兄さん。そんな心配しなくたって。愛して限って約束守るもんだって、なんかのご本に書いてたったわ。うん、別にそんな心配したわけじゃないんだ。実はな、今日会社の森下君がクビになっちゃった。どうして？賄賂を取って不正な品を買い入れてたことが分かった。それで僕としてもどうしても見逃しておくことができなかったんだよね。じゃあ兄さんがクビ切っちゃったの？次郎兄さん。僕が言い渡した。嫌な気持ちだった。人間、人の上に立つのも楽じゃないな。おかえり。ただいま。飯は？ええ、まだです。まだ？本当？え、じゃあ腹が空いたろ。さあ、ひろみ、食べよう。大至急だ。ああ、お腹が空いた。はい。お、来た。はい。もしもし、金沢さんのお宅ですか？こちら八田です。奥さんか信江さんかどなたか。はあ、信江さんですか。いや、僕です、圭一です。いやいや、どういたしまして。ね、実はこれって用事じゃないんですが、もしも今夜お暇でしたら、うちにでも遊びに来ませんか？何か、吉尾は何かしたんでしょうか？え、いやいや、何もしませんよ。吉尾君、よくなりましたよ。だからあなた方に見てもらおうと思ってね。僕も頼まながらやったような気がして、今ちょっと得意なんですよ。まあ、そうでした。ありがとうございました。申し訳あります。あ、では後ほどお邪魔に上がります。じゃあ、待ってます。
長谷早くね、晩飯みんなと一緒にやりましょう。じゃあ、さよなら。なんだ。小林部長の呼びです。よし。何か。ああ、実はね、今森下君が見えて、花田意外な話を聞いたもんだから、君にもちょいと来てもらったんだ。ああ、どんなお話。まあ、かけとは。君びっくりしちゃいかんよ。実は君が収賄をしたって話なんだ。あ、賄賂を取ったって言うんだよ。そうだね、森下君。賄賂。私が賄賂を取ったんですか。どうかね、覚えがあるかね。とんでもないバカなことをおっしゃっちゃ困りますよ。私が賄賂を取るなんてそんなバカげたことは。そうだろう。わしもまさか君にそんなことがあろうとは思わなかったよ。ねえ君、この話は何かの間違いじゃないのかね。ところがこれがね、全然間違いのないことでしてね、送った方で実はカンカンなんです。じゃあ君は一体誰が送ったというんだね。言ってみたまえ。岡沼ですよ、松川特殊合金の。ん、バカな、いい加減なこと言うな。僕は賄賂なんか取るほど卑しい人間じゃないつもりだ。君と一緒にされちゃ迷惑だ。これはご挨拶ですな。だがね、八田さん、人を呪わば穴二つだ。あなた、私をクビにして自分だけ知らんかは酷ですぜ。君は一体どんな証拠があってそんなこと言ってるんだ。これ以上くだらんこと言うと僕は許さんぞ。いいかね。だがね、八田さん、いくら額が少なくても取ったものは取ったんだ。それでもどうしてもと言い張るなら、証拠でも何でもお目にかけましょうか。しかしね、部長さんの前でそんなものをお目にかけたら、あなたはどうします。よし、証拠があるなら見せてもらう。僕はやましくない以上何を出せると平気だ。もしも僕が本当に取ったなら君みたいに言ったことはせん。潔く辞表を書くよ。いや、きれいに君にしてもらう。言いましたね、その言葉は忘れなさんな。じゃあお目にかけましょう。これは一体何なんです。八田君、どうしたんだね君。いかがです。これ以上知らんとはおっしゃれんでしょうな。吉尾さん、お姉さまいらしたのよ。おいでらっしゃい。まあ、吉尾はまたずる休みね。あら、違うわ。もう学校から帰ってきたのよ。まあ、学校から。ええ。それ本当、ひろみさん。本当よ。この頃吉尾さんと来たらちょっとしても反省ねんよ。朝あんまり早くないけど、でも10時頃うち出てくし、帰りは大概3時か4時頃。まあ、時にはそれは夜遅くなる時もあるけど、とにかく変化著しきものあるよ。いろいろありがとうございます。いやだわの、上さんそんなことしちゃ。お帰り遊ばせ。ジロニーさんだわ。あら、お兄さんだったの。どうしたの、ずいぶん早いのね。うん、先ほどは失礼いたしました。いや、僕こそ。はい、おっちゃん、どうかなすったの、お兄さん。会社辞めてきたんだ。え、会社を。辞表を出してきた。どうして、どうして辞職なんかしたの。僕が賄賂を取ったんだそうだ。賄賂、まさかお兄さんはそんな。一体どうしたって言うんですの。誰かの中傷か何かじゃありませんの。いや、そうじゃないんです。残念ながら取ったのは事実なんです。しかし僕はそんなものを取りゃしません。じゃあ一体誰が取ったんですの。ねえお兄さん、本当に誰なの。気持ちが悪いじゃないの。圭一さん、吉尾さん、
まさか、まさかあなたが取ったんじゃないでしょうね。そんなバカなことないでしょうね。ないわね。ないと言って、僕は知らないとはっきり言ってちょうだい。なぜ言わないの？なぜ言ってくれないの？吉雄さん、あなたにはそれが言えないのね。言えないのね。あなたは一体なんていい人なの？あんまりじゃないの。みんながあんなに一生懸命心配してくださってるの。そのようにあんたはこんなことまでして圭一さんの一生を台無しにしちゃうなんて、それじゃあんまりひどすぎじゃないの。圭一さんたちがあなたのことをどんなに心配してくださってらしたか、あなたには分かんなかったの。どんなことがあっても一言も叱りなはずに、今によくなるから、今によくなるからってじっと辛抱してらした圭一さんたちの心も分かんなかったの。私が今日こうしてお伺いしたのも、あんたがどんなによくなったか見に来てくれと圭一さんからお電話くださったからなのよ。それだっていうのにこんなひどいことをしてご恩をあだで返すなんて、私は一体何と言ってお詫びすればいいんです。私は一体生きてこの家を出ていかれないと思います。吉雄さん、私も覚悟しなければなりませんから、はっきりと答えてちょうだいね。あなたが目を覚まして真人間になるつもりがないなら、私と一緒に死んでもらいます。信じて皆様にお詫びしなければなりません。よし、死んでやる。吉雄さん、マキさん。よう、この間はすまなかったな。おかげでちっとばかり遊ばせてもらったで。まあ、一杯行こう。おい、どうしたんだよ。バカに腐ってじゃねえか。何かあったのかい。俺は死ななきゃならない。おい、大げさなこと言うなよ。一体相手は誰だよ。俺が片手で貸そうじゃないか。本当ですか。お、変なとこじゃねえですね。俺はこう見えたって打感の麻痺だぜ。じゃあ一丁貸してもらいましょう。よし、そいつはどこにいんだよ。ここにいるよ。ここに。誰だよ。あんたですよ、マキさんだよ。え、何を。慌てんねえ。ただ俺と一緒に死んでくれないんだ。話は簡単じゃねえか。やろう、来てもくれないか。感じるわ。
お前がね、喧嘩の相手は。ええ、じゃあこんなひどい目に遭わした償いに少し血を分けてお帰り。え、血輸血するんだ。衰弱しとるから早くしてやらんといかん。いいな。じゃあこっちへかけなさい。待ってください先生、そんなお友達なんかやめてください。少しあんた先生、私の血を取っていただきましょう。そんな命がけで喧嘩した相手の血なんかより私の血の方が本人も喜ぶと思いますから。いいえ、圭一さん。あんまり興奮しちゃいかんね。あんた、あっちで休んでなさい。おい、肩を調べて。合ってますよ。あんたも A 型だ。そうですか。いや、すぐやっていただきましょう。失礼して。俺は嫌だ。輸血ばせるのかな。ダメよ、吉野さん、バレちゃう。輸血するのはね、お兄さんのよ。さっきの不良のじゃないのよ。いやだ、俺はもう死んだらないんだ。俺なんか生きてたってしょうがないんだ。くだらんことを言ってる時じゃない。日本は今、腕一本でも欲しい時だ。さあ、腕を出しなさい。あんたなんか何も知らないんだ。俺は圭一さんの血なんかもらえたきりじゃないんだ。吉尾君、何を言うんだ。いいか、君は大事な体なんだぞ。花田家にとってはかけがえのない人じゃないか。生命は大切にしなきゃダメだ。ねえ、分かったね。分かったら早く言うことを聞いて、輸血してもらうんだ。これが兄貴としての最初の命令だよ。すいません。俺が悪かった。俺が悪かったんです。そうよ。本当に悪い吉尾さんだったわね。でも、お兄さんに輸血していただいたら、私たち本当に血のつながった兄弟になれるのよ。ね、吉尾さん、いいお兄さんになってね。すみません。おばさん、ここですよ。八田さん、お宅からお電話ですよ。そう、すみません。苦しいの？苦しかない。あ、お父さんですか。いえ、わざわざおいでにならなくてももう大丈夫ですよ。そうかね。そんならいいがね、今帰ってきてみんなに聞いてびっくりしたんだ。しかしまあよかった、本当によかった。これというのもお前の真心が神に通じたんだろう。いえ、吉尾君にみんなの気持ちが通じたんですよ。ああ、そうかそうか。今会社の購買部長って方が見えてるんだが、ちょっと帰ろう。購買部長？あ、部長ですか。夜分わざわざどうも。で、何か？いや、何かも始まったもないよ。君がもう少し詳しく事情を話してくればよかったのに。今、お宅伺って、万事を知って驚いたところなんだよ。とにかく辞表は、お父さんにお貸ししておいたらそのつもりで言ってくれた。ね。そうですか。それはどうも感謝に足りません。じゃあ、失礼いたします。ありがとうございました。いや、ちょっと失礼。もしもし、お兄様、私、万事うまくいってよかったわね。嬉しいでしょ。うん、本当に嬉しいよ。これで吉尾君も立派な大学生になったし、あとは傷さえ治ればそれでいいんだ。その時こそ、大いばりで亡くなったおじさんのお墓参りができるよ。え？じゃあ切るよ。ありがとう。じゃあ今夜安心してゆっくりお休み。お母さん。何？ごめんね、心配させて。このこと。吉尾さん、お父様がきっと喜んでいらっしゃるわ。それにさっき電報でお兄様のお船があさって着くそうだから、
これでまたうちの中が明るくなるわね。これもみんなケイちゃんのおかげですね。